僕は、ミスター・チルドレンのドラマ、鈴木秀也を一生許さないです今日はなぜそう言い張るか、まあ理由があるんで、まあね、たっぷり喋ってあげたいと思いです。はい。まあね、え本、ー、当に忘れもしない事件があったんですよ。本当ちょうど10年前に。まあ正確な日時を言うと、2013年の1月の3日。まあ、 え、どういう日かっていうと、その日がね。まあ、ああの、アン・イミテーション・ブラッド・オレンジツアーっていう、まあ、ミスチルのツアーの、福岡ヤフー・ジャパン・ドーム公演。そう、まあ、ああのー、今、ペイペイ・ドームって名前だけど、当時はヤフー・ジャパン・ドームっていう名前だったんですよね。で、まあ、ね、本当に僕、その時期は高校1年生。そう、2012年から2013年。えー、僕、高校1年生だったんですよね。で、ミスチルにめちゃくちゃハマってて、その、もう本当に、もうすべてのアルバム曲聴いたし、で、すべてのもうカップリングのもう本当にモーラ、 してたんですよね、ミスチーに関しては。もう本当に、あの、知らない曲ないみたいな状態で、本当に、もうガチハマったんで、まあファンクラブに入ろうっつって、ファンクラブに入ったわけですよ。で、まあ、2012年の、まあ、末ぐらいに、ブラッドオレンジっていうアルバムが出たんですよね。だから、あの、それにつ続いて、まあ、ブラッドオレンジツアーっていうのが、あの、始まったんですよ。1 2012年の12月から始まったんですよね。で、まあ僕、僕はあの、本当に、 あの、ライブ行きたくて、そう、ファンクラブ入ったから、あの、頑張ってチケット取ったんですよね。まあ、福岡ヤフージャパンドームのその、1月の3日の公演が当たったんですよ。そう。で、ついに、ミスチに会いに行けると。ミスチのライブ行けるぞみたいな感じで、本当にすごい楽しみだったんですよ。で、音楽のライブに行くのも、それが初めてだったんで、本当にすごい楽しみにしてて、で、まあね、あの、本当に2013年になって、で、本当に始まって、1月のその3日、え福岡ヤフージャパンドーム公演が、まあ、1月の3日にね、ある中ちゅうんで、もう本当に、 熊本、僕あの、熊本の高校生なんですけど、そう、僕、そう、高校、その、熊本から、えー、福岡まで、まあ、新幹線で行って、で、まあ、福岡からは、なんか、あの、シャトルバスみたいなの走ったんですよ。その、博多駅から、あの、ヤフージャパンドーム行きのバスが走ってたから、まあ、それに乗って、行って、あのね、福岡ヤフージャパンドームに向かったわけですよ。で、本当に、いや、楽しみだなとか思う本当に、ワクワクドキドキ。そう、本当にしてたんですけど、まあ、福岡ヤフージャパンドームに着く、 寸前のところで、なんか、その、一緒に乗ってるその、まあ、そのバスに乗ってる人ってみんなその、道のライブに行く人たちばっかりなんですよね。まあ当たり前だけど、そう。道のライブに行く人しかその乗ってないんですけど。で、その、なんか、ザわザわし始めたんですよ。バスの中で。で、俺みんななんか、携帯持ってザわザわしてんなみたいな感じで言って。で、なんか、ちょいちょいなんか、あの、え延期今日中止みたいな感じで声が聞こえるんですよね。え延期中止何のことみたいな感じで思って、僕ね、あの、なんか、近くに乗ってる、なんか、 おっちゃんみたいな人。まあ、その人ももちろんミスチリのライブに行く予定だった人なんだけど、まあ、え、何が延期って何すかって聞いたら、そのおっちゃんが、なんか、いや、あの、鈴木さんが、あの、1兆円になって、あの、延期になるらしいですよ、みたいな感じでっえっえと思って、え、マジかよ、と。え、今、ヤフージャパンドームのバスに乗ってて、でも、ヤフージャパンドームに着く、もう寸前だったんだけど、そう、なんかバス内で、鈴木、えー、胃円みたいな感じで、 ま、正式な病名はちょっと覚えてないんだけど、まあ、そんな感じ、ちょっとあの、まあ、鈴木さんが体調悪くて、まあ、その、ライブが延期になるっていう話が、そのバス内に入ってきて、で、まあ、や、あの、福岡ヤフージャパンドームに着いたら、まあ、もちろんあの、そのデ、デマじゃ、デマでもなんでもなくて、その鈴木さんが体調を壊して、今日のライブは中止です、みたいな。 あの、延期しますみたいな感じで、まあ、の、ヤフージャパンドームについても、なんかその、アナウンスしてる、なんか、スタッフの人がいて、そう。だから、みんなの、その、ヤフージャパンドームについたんだけど、ライブやらないから、え、帰らなきゃいけないじゃんみたいな感じで、そう。せっかく、あの、ドームまで来たのに、そう。あの、中止になったっつんでも、すごいなんかザーザーしてたんですよね。マジかやと思って、うわー、残念だななと思って、すごい楽しみにしたけど、まあ、中止じゃないし、まあ、延期だから、まあまあ、まあまあいいな、みたいな感じで、思ってて。なんだけど、まあ、延期の日 を知ったときに、なんか、ちょっと、残念というか、まあ、なんで残念かっていうと、その1月の3日の公演まあ、1月の3日と4日の2日公演なんだけど、まあ、23日と24日。だから1月の23日と24日に、延期になるって話なんですよね。で、よくよく調べてみたら、1月の23、24っていうのが、その僕の高校の修学旅行の日だったんですよ。うん。だから被っちゃったんですよね。うん。だから、 ミスチル行くっしょみたいな感じで。そう。俺はミスチルを取るよみたいな。で、僕あの、高校1年生の時なんだけど、まあ、あの、友達が一人もいなくて、まあ、修学旅行も正直全く行く気なかったんですよね。そう。ほんと友達いなくて、なんかグループとか組むじゃないですか、修学旅行とか。あの、僕誰ともね、組んでもらえなかったから、なんか余り物みたいなグループに入れられたりみたいな感じで、本当になんか、うわ、これ、そこまでして行く必要あるかみたいな感じで、正直あの、修学旅行の方は全く乗り気じゃなくて、 そう、だから、その、俺はミスチュに行くから、みたいな感じで、そう、修学旅行、行くわけねえじゃん、みたいな感じで、まあ、行ったんだよ、親にはね。そう、だけど、まあ、その、親は、なんか、いや、行った方がいい、みたいな、修学旅行は思い出だ、みたいな、クソみたいなこと言い出して。で、なんか、担任の教師も、えなんかね、あの、ミスチュのライブに行く予定だったんですよね。実は、その、僕の担、その、 高一の時の担任もなんかその、あの、福岡のその Yahoo Japan ドームまで行ったんだけど、その、あの、鈴木さんが、あの、なんか、腸を壊して、あの、延期になるっていうのを、まあその、実際に、そう、現地に行って、そう、だから、担任の先生も、その、俺が、その、ミスチュライブに行けなかったのを知ってたし、まあ向こうもそうだし、みたいな感じで、残念だったねみたいな話になったんですよね。その、あの、 三学期、三学期かなそう、三学期になってから。そう。なんだけど、いや、僕はミスチュリー撮りますよ、みたいな。ミスチルライブに行きますから、みたいな感じで、担任に言ったけど、いや、あの、修学旅行は、なんか出席日数が、に関わるから、うんぬんかんぬんとか言い出して、だから、その、ミスチュリーのライブに行くの止められたんですよ。親からも、教師からも。え、ふざけんなと思って、いや、ミスチュリークッションみたいな、感じで思ったんだけど、なんかまあ、 その時僕に勇気がなかったのと、やっぱりその同調圧力みたいな、そう、なんかちょっと逆らうわけにはいかないみたいな、なんかちょっといろんなね、えー、感じになっちゃったんで、結局僕は修学旅行に行っちゃったんですよね。ミスチュラライブに行かずに。そう。なんだけど、その修学旅行 楽しかったら楽しかったで、まあ、良かったなって思うんだけど、その、クソつまんなかったんですよね、修学旅行。まあ、つまんないに決まってんじゃん。僕友達いないし、団体行動嫌いだし、で、なんか余り者みたいなグループ、その仲良くないようなやつ、えー、との班みたいな。もう一番地獄じゃないですか。そう、僕あの、本当に修学旅行で6ダメに会ったことは一度もないんですよね。そう。本当にもう中学校の時も、ちょっとあの、本当に嫌な思い出があるんですけど、まあちょっとここで語ると、 あの、脱線しちゃうんで、まあ、いつか語ろうと思うんだけど、本当中学校の時の修学旅行もクソだったし、小学校の時の修学旅行もちょっとクソだったんですよね。そう。だから、ま、高校もクソになるんだろうなと思ったら、案の定クソになったんですよね。そう。だから、いや、ミスチルライブ行っときゃよかったなと思ったんですよ。で、まあ、その、ブラッドレンジツアーって、ま、知ってる人はわかると思うんだけど、その、ドーム公演が最初だったんですよね。そう、だから僕が行く予定だった福岡ペイペイドーム公演は、ドーム公演の方で。で、ドーム公演が終わってから、なんかアリーナ公演みたいなのが、 あとまあ二部構成やったんですね。で、セットリストが全然違うんですよ。そう。まあ、後々知ったんだけど。で、あのー、本当に、その、ドームの方のセットリストが、結構良かったんだよ。うん。なんか、僕の好きな靴紐とか、とか、あんまりラーメンでやんないマーマレードキスとか、そう。あとは、あの、空風の帰り道とか、そう。だからそこら辺の聴きたい曲を結構、ドームの方でやってくれてて、で、アリーナの方では結構、まあ、ま、ま、アリーナはアリーナで良かったんだけど、まあ、収録され、その、あの、円盤化されたのは、 アリーナ公演で、ドーム公演は、円盤化もされてないですよね。そう、だから、行きたかったなっていう、そう、本当に、まあ、これはね、もう全部、あの、鈴木秀也が、一応壊したのが悪いでしょ。はっきり言って。そうあの。体調管理しっかりしろよってね、プロ意識が足んねえなってね、思い出したね。うん。 あの時、鈴木が一応壊さなければ、俺は1月の3日の福岡ヤフージャパンドーム公演に行けたんだよ。で、靴紐とかマーマレットキスとか空風の帰り道とか、俺の大大大大大好きな曲が、ライブで聴けたわけ。そう。で、映像化もされてないから、ダメだね。うん。もう本当に許さないよ、マジで。一生根に持ってるから。うん。マジ恨んでるよ。そう。もう修学旅行もクソつまんなかったし。で、あの、俺がミスチョのライブに行くのを止めた、教師、親、マジでふざけんなと思ってる。 本当に、こういうクソみたいな大人が、あまりにも多いから、俺がこのね、こんな、こんな人間になっちゃうわけ。そう。俺がこういう性格になったのは、全部大人たちの責任なの。本当に。大人たちが、クソだったから、こうなっちゃったわけ。そう。俺、全然悪くない。うん。で、鈴木が一応壊したのも悪いし、そう。もうだから、あそこで人生が狂ったと言っても過言ではないんだよ。本当に。だから、ちょっと責任取ってほしいですね。まあ、あの、本当に、今でも根に持ってるし、恨んでるから、うん。どうしても許してほしかったら、 あンイミテーションブラッドレンジのドーム公演。今すぐ円盤化しろ。うん。あとサンクスギビングも。サンクスギビングのドーム公演も。そう。あとは、ま、虹とか。あとは、光のアトリエとか。なんか、ドキュメンタリーとかでごまかして、なんかクソみたいな円盤になってるやつを、あの、フルでライブ収録したやつを、今すぐ販売しろ。うん。あとは、ま、ここら辺のね、その、ブルーレイで出てない作品を、ブルーレイで出せ。うん。しないとずっと選んでるよ、マジで。 一生恨むから、鈴木キーア。うん。覚えとけよ。なんか、稲葉講師とかよおうわからんあの、おっさんの、なんか、ライブのドラマサポートドラマみたいな感じで、なんか今、話題になってるけど、知ったことじゃないから、うん。まあ、やることまずやれよって、うん。ちょっと思っちゃったね。ダメだね。うん。本当してね、まあちょっと、まあなんで恨んでるかっていう話はもう終わったんで、うん、ちょっとね、悔しかったね。本当に、ドーム公演行きたかったし、だ、で、あの、後日なんで、 僕はあの、その、ヤフージャパンドーム公演が、ま、あ行けなかったんから、うわ、マジかよ、と思って。で、まあ、その、演技先が修学旅行だったから、ま、あその、払い戻ししたんだよね。福岡ヤフージャパンドームの公演のチケットそう、だからまあ手元に持ってないんだけど、ま、ああの、最初ドーム公演があって、で、アリーナ公演の募集みたいなのが始まって、で、その中にマリンメッセ福岡公演があったから、ま、あそっちに応募して、で、マリンメッセ福岡公演に行けたんだよね。そう。で、まあ、マリンメッセ福岡は、あの、見れましたね。うん。で、まあ、 あの、アリーナ公演なんで、まあ、DVD に収録されてると全く一緒のセットですね。まあ、ドーム見れたら本当に最高だったんだけど。まあ、結局、ま、ブラオレが僕が初めてミスチルのライブで再現するツアーだったんですけど。いやー、ま、ほんとね。修学旅行ってゴミですね。うん。もう団体行動本ほんとね。もうゴミみたいに群れる猿には俺なりたくないんで。ほんとね、修学旅行クソでしたね。あそこで修学旅行が楽しかったなら、ま、あまだね。 あの、ここまで俺は、あの、クソみたいな人間になってないと思うんだけど、まあね、修学旅行がつまんないから、そう、こうなっちゃったわけ。うん。だから俺の性格の悪さっていうのは、全部お前らのせいだから。そう、クソみたいな教師、クソみたいな親、で、クソみたいな、えー、クラスメート、うん。クソみたいな、熊本県立第二高等学校の生徒あ、あんまり言っちゃいかんな。そう、あの、俺がクソなだけで、俺以外は全然クソじゃないから、うん、ごめんなさい。はい。今のは、あの、ちょっと。 えー、ダメでしたね。あの、出現でした。はい。まあ、そんな感じで、いや、まじでね、ブラオレ、ドーム公演、本当見たいね。うん。まあ、サンクスギビングのドーム公演は、あのー、あのー、福岡ドームで見てたんで、まあ、セットリストも知ってるし、まあ、実際生で見たから知ってないけど、ちょっとブラオレのドーム公演ね、ちょっとまじで見たいね。うん、もうずっと、待ち望んでますよ。うん。で、鈴木秀哉を許さない。 うん。そんな感じですね。はい。今日はね、まあ、ちょっと、こういう軽い雑談みたいな動画になりましたけど、まあね、ドーム公演、見たいって思ってる人多いと思うから、絶対映像化した方がいいと思うんですよね。うん、なんかクソみたいなギフト 4U みたいな、そう、なんかクソみたいな映画、公開するよりも、ブラオレのドーム公演とか、サンクスギビングのドーム公演を円盤化した方が絶対喜ぶと思うんですよ。僕も喜ぶし、で、信者なんて、どんなことしても、道がどんなことしても喜ぶから、そう。 やれよと思うんですよね。そう、誰も不幸にしないじゃん。そう。俺もいい気分にないい気持ちになるしで、信者は信者で何してもいい気分になるからいいじゃん。うんまあそんな感じで。まああの運営はクソですね。はいでスズもクソです。はい、もう本当に許さないんで。はい、そんな感じでちょっともう疲れたんで終割安はい。 「アイラビューは何をとっか知った。社会に出るつらされ酔いざめの日ター」「よく聞きあさりほまれあってすぐディナー」